それでは時間になりましたので、今日の IMD カレッジの講座を始めさせていただきます。今日はファーティリティ&ステリリティの11月号でございます。それでは最初の論文からお願いいたします。過去10年間、多くの研究者は ART における肺の選択に非侵襲的な方法を模索してきました。タイムラプスが PGT に代わって肺を選択する上で臨床的に有用という点については、まだ疑問が残っています。大月らは二前隔気肺の段階で生児出産あるいは妊娠に至るか否か検知できるかという点について分析しています。大月らはタイムラプスを用いて私有の前隔を対象に前隔の膜の崩壊前の際を検討しています。前隔の膜の崩壊8時間前に姿勢の前隔が有性の前隔よりも大きかったものは出産に至っていません。研究で紹介されている AUC はあまり高くなく、臨床応用の面からこの方法の予測能には疑問が持たれています。著者らはばらつきをもたらす要因に関し述べていますが、実際に分析は行われていません。非侵襲的な方法は PGT に代わっていくつかの優れた点も考えられます。ハングラはフリー DNA は侵襲的な肺盤法のバイオプシーよりも肺の質の一致率が高いと報告しています。非侵襲的な肺の選択法は果たして妥当なのかという点についてさらに考えてみる必要があります。今肺の質を評価する際に一番信頼たるのはやはり肺盤法までいった肺の栄養外肺葉をバイオプシーし遺伝子を調べる、まあ、染色体を調べるという検査ですね。しかしできるだけ非侵襲的に早期にこれはいい肺になるんだといういい肺盤法になるんだ、そしてこれが妊娠に結びつくんだ、生児出産に結びつくんだということが分かれば、それはそれに越したことはない。今回極めてユニークな研究がこの本号に載ってまして、この論文はそのコメンタリーなんです。で、日本から出て大月先生の論文は前隔を調べて前隔の崩壊前8時間前にですね、普通は有性の前隔が大きいんですね、姿勢の前隔が小さいんですが、その大きさの比を比べまして、それでこれは生児出産に至ると、そうすると IBF ユキシーなんかでも生児出産が多い、その基準を満たさないものはですね、妊娠に至る割合はほんの数パーセントだと、妊娠出産に至る割合は数パーセントだということでというんですが、ただROC カーブから見た AUC があまりいい値ではないんです。だから予測能としてはこれからまた検討してみる必要があるという段階の論文でございます。PCOS は代謝疾患であるという認識が高まっていますが、ロッテルダム診断基準にはいずれの代謝も触れられていません。PCOS に伴いグルコースの調節が障害され、空腹時血糖の異常、体糖の異常、2型糖尿病などが発現することがあります。国際的なガイドラインでは、PCOS を有するすべての女性に血糖の状態を調べる必要があるとされています。臨床研究ではホーマ IR が用いられ、またクイッキーもしばしば用いられています。本号で木村は PCOS 群とコントロール群の女性を対象としホーマ IR のカットオフ値を検討し 2.64 と報告しています。インスリン抵抗性の発現頻度は PCOS を有する女性で 35% という値が得られています。インスリン抵抗性を有さない PCOS の女性は代謝の面で問題は有していません。ホーマ IR のような検査の結果からインスリン抵抗性の域値を決定することが極めて有用です。この PCOS というのはですね、インスリン抵抗性を示すものがいると。でその割合はですね、どの程度の域値を設定するかということによって割合は変わってくると。で今回その代謝症候群ですね、メタボリック症候群の発現頻度なども調べてどの程度の域値が妥当かということで調べましたところ、 PCOS の患者においてコーマ IR がですね 2.64 でしたですか、という値がちょうど、まあ、PCOS の患者さんの中の 30% ぐらいがインスリン抵抗性を示す。そしてそのグループはですね、
いわゆるメタボリック症候群、代謝症候群のリスクが高くなるんだということが分かったというんですね。ですからそういうような対応することによって患者さん自身の健康状態も改善できるし、強いては生殖に関わる機能、妊孕性の改善も図ることができるのではないかということも考えられるという論文でございます。これもコメンタリーで、この原著は後ほどご紹介します。男性不妊を診断する際に、特に原因不明男性不妊の症例において、また精液のパラメーターが遺棄値に近いような症例において、男性不妊を診断する上で有用と考えられる新たな分子バイオマーカーとして HSA-MIR9425P、 HSA-MIR1208 と HSA-MIR34B3P、 HSA-MIR933P が関わっていることが明らかとなりました。この分子マーカーって、この名前からすると MIR と言いますとマイクロ RNA のことなんでしょうか。そのいろいろな、そのマイクロ RNA のようなものをたくさん調べて、その男性不妊と相関のあるものを調べたんですね。でここに書かれている4つのもの、2つのペアがですね、某精子症だとか精子奇形症、また精子無力症など、またその原因不明、男性不妊というようなものと相関するというような結果が報告されています。まだこれが実用化し、一般的な男性不妊の検査となるかどうかということに関して、その臨床的意義についてはよく分かりません。マイクロフルードスパームソーティング法は、密度勾配法群と比較し、 IUY 周期における継続妊娠率を優位に上昇させるという結果でした。普通精子というのは洗浄して、そして、密度勾配法などで分離する、また最終的にスイムアップで運動精子を選別するというような方法を使われるんですが、そういう操作によって精子にダメージを起こすんじゃないかという考えもあります。このマイクロフルイドスパームソーティングというのは、2つのチャンバーがありまして、そこにこのブリッジでつながっておりまして、片っぽに精子を添加すると運動性のある精子が他方のチャンバーに移るという簡単な装置ですね。これはチップとこの論文では呼ばれてますけど、そのチップを用いますと妊娠率とか精子出産率ですね、そういうものが上昇させることができるという論文でございます。もしこの後はですね、値段さえ合えばですね、いわゆるコストパフォーマンスさえ合えば、この装置は普及するのではないかというふうに思います。人、肺培養液中に各種サイトカインを添加することにより、育児後の肺の発育や臨床結果に改善をもたらすことが明らかとなりました。しかし、メディウムにサイトカインを添加した場合の長期的な影響に関してはよく分かっておらず、さらに縦断面的な追跡調査が必要です。この肺培養をするときにですね、このいい状態の肺を売るためにはですね、この育種後メディウムの中にサイトカインを添加する、例えばリューケミアインヒビトリファクター、また GM-CSF ですね、そういうふうなものを添加しておくといい肺ができるというんですね。果たしてそんな早期の肺の発育にこういう成長因子がどのように作用するのかということについて、もう少し考えてみる必要があると思いますけれども、これが事実とすれば臨床成績を向上させるという意味から、臨床的には有用な論文と思います。臨床的妊娠率と生児出産率のオッズは、肺盤法が5個までは有意な上昇が認められましたが、その後低下することが事故の卵子を用い単一肺盤法移植を行った周期で確認されました。5個超の肺盤法が得られた場合には、その低下は多くの卵子が得られた患者の子宮内膜の受容能に対するネガティブな影響、あるいは形態のみに依存した最良好移植肺の不適切な選択が関わっている可能性があります。この肺盤法が何個できるか、できればたくさん肺盤法ができてもらいたいというふうに誰でも思いますけれども、5個までは妊娠率、
つれから正実産値が上昇していきます。しかし5個を過ぎますとなだらかにそれが低下していきます。ですからなんで5個までがそういうふうないい成績が得られて5個以上が、下がってくるのかことに関しましてですね、たくさんの肺盤膜ができるような環境では子宮内膜の、受容能が障害されているのかというようなことも考えてみなくちゃならない。まあその背景メカニズムは不明としても肺盤膜は5個までが非常にいい結果が得る、その後少しずつ肺あたりの臨床成績は低下するということでございます。子宮の全角の発育の状態を動的に分析することで非侵襲的に肺の評価を下すことができる方法を開発しました。この方法により検知を得る確率が高い肺を選択することができます。これ一番最初のコメンタリーで述べた論文でございます。この受精しますとか精子が侵入し全角が形成され、そして数8時間ぐらい経った頃からその全角の膜が崩壊してそれが一つに融合するわけですけど、その全角の角膜の崩壊の8時間前は有性の全角が大きいらしいんですね。で姿勢の全角が小さい、でその割合が逆転するような状態または同等の大きさになっているような状態では、その妊娠率、さらには生殖産率が低下するというようなことが分かったという論文でございます。で全角の状態でそういうふうな着床率や妊娠率または生殖産率が予測できるというのは非常に驚きですね。だからこの論文をまた追試が行われて確かな情報となれば、エンブリオジストの方はこの全角の検査をさらに一生懸命やるんじゃないかと思います。前に全角の中の角小体の数、それからその分布などから肺の状態を予測するという、論文が出て一時注目されましたけど、結局それは臨床的な意味はあまりないということで現在行われることはほとんどないと思います。ですからこの論文ももう少し、追試の結果を待って我々臨床応用するということでいいのではないかというふうに思われます。子宮内膜症は下流膜細胞における NFKB の経路を活性化しましたが、テロメラーゼの活性や卵子の質にはネガティブな影響を与えました。卵胞内の TNFα はテロメラーゼの活性を抑制し、テロメアの逆転射酵素である HTERT も NFKB 経路を介し抑制するという結果が得られました。この子宮内膜症がなんで肺にネガティブな影響を与えるかということに対していろいろ議論されておりましたが、今回明らかになったのは核因子カッパー B というものがこれに関わっているのではないだろうか、またそれには TNFα などが間接的に関わっていたり、またその他のサイトカインのものが関わっているということが分かったというんですね。まあ子宮内膜症が卵子の段階でどのような影響を与えるかということのメカニズムをですね、少しずつ明らかになってきたのではないかというふうに思います。北アメリカ受胎腺コホート研究において妊孕性チェック指標を用いている女性は多く、それらの活用により受胎能は上昇するという結果が得られました。このアメリカでですね、ナチュラルファミリープランニングといって避妊法、各種避妊法は試みちゃいけないという宗教的な理由も関わっているんですが、コンドームもいけない、ピルもいけない、IUD もいけないというようなことになりますと、どういう方法を使えばいいか、そこでナチュラルファミリープランニングという、ことが考え出されたわけです。それで逆に妊娠したい人はナチュラルファミリープランニングの方法を用いて妊孕性の高い時期を選択し、そこで成功するという方法で妊娠率が 3,4 割高まるというようなことも明らかになっているわけです。今回も大体同様な結果が得られたんですが、どういうことが行われるかといいますとですね、まず月経周期の日にちをこうきちっと
荻野式のようにこう記録しておいて、それからですね、指を膣内に挿入しまして、その経管粘液を触れて、それが外に出して、この人差し指と親指との間でこの検出性を調べるというような検査、それからですね、その他にはあの尿中 LH を調べるという方法ですね、それから基礎体温をつけるという方法、そういうようないろいろなものを組み合わせることによって、すなわち、月経周期の記録をつける、基礎体温をつける、経管粘液を自分で調べる、尿中 LH を調べると、そういうような方法を駆使しますとですね、一定の期間内における妊娠率は3割4割上昇するという論文でございます。新鮮肺移植で誕生した児と比較し、凍結誘拐肺移植で誕生した児において出生体重に上昇が認められましたが、感染症、血液系の疾患、呼吸器系の疾患、神経系の異常などリスクのオッズに上昇が認められました。このようなリスクは新鮮肺移植と凍結誘拐肺移植の意思決定を下す際に考慮しておく必要があります。今までは凍結誘拐肺移植と新鮮肺移植を比べまして、凍結肺移植の方が少し大きな子供が生まれるというようなことがよく報告されております。今回生まれた子供のいろいろな問題を調べたところですね、凍結誘拐肺移植に伴ってですね、多少の問題が認められたというんです。例えばですね、感染症の割合が少し凍結誘拐肺移植の方が高まる、それからですね、血液の疾患のリスクが高まる、それから呼吸器系のリスクが高まるということなんですね。でまた神経系の何か問題を起こす割合も少し高くなってくるということなので、この凍結誘拐肺移植と新鮮肺移植のですね、予後につきまして、さらに検討してみる必要があるというふうに思います。凍結誘拐卵巣組織の移植を受け、ART を試みた女性では、一般の IVF の患者と比較し、妊娠率及び生児出産率は大きく低下し、その背景には卵巣予備能の低下が関わっていると思われます。一般に ART の結果は過小申告されており、凍結誘拐卵巣組織の移植から ART を試みるまでのタイミングや卵巣刺激のプロトコールについてコンセンサスが得られていないという調査結果が得られました。妊孕性温存としてですね、卵巣組織の凍結保存、そしてそのいろんな化学療法などの体に問題のあるいろんな治療が終わってから再度その月経を望み妊娠を望む女性には自己の凍結誘拐卵巣組織を移植するということがもうだいぶ前から行われています。でそれが成功し出産するものも増えてきました。で多くはですね、少数例の研究にとどまっているんですが、比較的大規模な3つの研究を調べましたらですね、結構精子を得るためには有効な一つの対処法になるのではないかというような結論が出ました。例えば15名の女性にそれを行ったところ8名が妊娠したというんですね。まあ周期あたりではまだ成績は悪いんですが、反復して体外受精を行うことによって15名のうち8名ですね、だから半数以上ですねが字を得ることができたという成績も得られておりますので、今後妊孕性温存の方法として卵巣組織の凍結保存というのは普及するのではないかというふうに思われます。レルゴリックスは子宮筋腫が関わる疼痛を改善し、十分な患者の対応性も得られました。 GA のラッチアゴニストのアンタゴニストの蛍光剤ですね、これがレルゴリックスというものです。それを飲みますとですね、ホルモンが関わるいろいろな問題、この場合は子宮筋腫が関わる疼痛をですね改善させることができたということなんです。でしかも治療法は簡単で、レルゴリックスを蛍光投与するだけですから、それでもってですね疼痛スコアが
10点満点で4点以上はかなり痛い、それがゼロになった患者さんもかなりいた、そして鎮痛剤を服用しなかった女性もかなりいたということで、非常にこの 子宮筋腫に伴う疼痛などにはですね、このエルゴリクスは非常に有効な治療法となるのではないかと思われます。PCOS を有する女性はボディイメージが関わる苦痛レベルが高く、抑うつや不安の症状のレベルも高まるという結果でした。また我々の研究でボディイメージに関わる苦痛の際は完全にまた部分的に抑うつや不安スコアと相関しており、ボディイメージを標的とした治療的介入により抑うつや不安レベルを低下させることができるのではないかと思われます。この PCO の女性はですね、 PCO であることがいろいろな問題を起こす、特に心理的な問題で抑うつになったり不安症候群になったりするらしいんです。でまた PCOS っていうのはね、自分のボディイメージにネガティブな感情を持ってですね、それがボディイメージが関わる苦痛を引き起こすらしいんですね。そのボディイメージの苦痛をもたらすことによって間接的に抑うつの頻度を増やし、不安のリスクを高めるということが分かったというんですね。ですから PCO の患者さんにはですね、そういう心理的な問題を改善するためにはボディイメージに関わる問題を改善してあげるというような介入法が有用ではないかと考えられるという論文でございます。卵巣あたりの卵胞数は卵巣の形態における左右差を考慮したとしても、一足の卵巣の最も信頼できる PCOM のマーカーとなるという結果でした。PCOM を定義するためには横断面あたりの卵胞数あるいは卵巣体積を用いることが、たとえ一足の卵巣が可視化された場合でも勧められます。 PCOS の場合はですね、大体両側にその PCOM、PCO、多嚢胞性卵巣というような所見を見ることが多いわけです。で、一足に認められることは非常に少ないんですね。だから一足がその超音波でよく観察できた、多足がよく観察できなかったなんていう症例は、一足の卵巣の所見、すなわち、卵巣全体の中にある豊上卵胞の数、それから超音波で一卵巣面を見て、そこに存在する卵胞の数、それはだいたい断面で見た場合の4倍ぐらいの数が卵巣全体で卵胞の数があるということが予想されます。で、両側の卵巣の状態は似ていますから、一足が見えないとしても、ただ一足の卵巣の状態を使用に PCOM あるいは PCOS と診断してもいいのではないかということでございます。高陽炉の植物性エストロゲンを作用させたところ、インビトロにおける子宮内膜間質細胞の脱落膜化に影響をもたらすことが明らかとなりました。このゲニステインとか大ゼインというのは植物性エストロゲンだから自然界に、たくさんあるわけですね。で、そういうのが女性の妊娠性にどう影響するのか、ひょっとしたら着床障害も起こすのではないかということで、この基礎的な実験としてですね、子宮内膜間質細胞を持ってきまして、そういうふうなその培養し、その植物性エストロゲンを作用させたんですね。そうしましたらですね、その細胞増殖のレベルが抑制されたり、プロラクチンの産生能が抑制されたりする。特にそれが黄体化した細胞においてそれが顕著であった、その容量反応的な抑制が認められるということが分かったということで、これから植物性エストロゲンの内分泌攪乱物質の役割とか、または我々が行っているじゃあ反復着床障害のをどのように改善するかというのは研究に役に立つ論文じゃないかというふうに思います。インスリン抵抗性はPCOS の患者においてよく認められますが、全てに認められるというわけではありません。インスリン抵抗性を伴わない患者において代謝の状態に異常は認められません。PCOS というのはですね、まあ、人によっては 30% あるいは 60% にインスリン抵抗性が認められるというの報告があります。しかしその域値がまだはっきりしてないんです。で、一応ですね、 PCOS で75% 信頼期間とか 95% 信頼期間のレベルでホーマー IR の
行き中を決定するとですね、なんと PCOS の患者の 60% がインシュリン抵抗性と診断される。またそのメタボ、メタリック症候群、代謝症候群のリスクなんかを考慮した場合、だいたいその行き中はですね、2.64 になると。そうしますとだいたい 34% ぐらいが、インシュリン抵抗性と診断されるですね。で3以上という行き中を使いますとね、24.5% で、だいたいメタボのリスクを考えた場合 2.6 ぐらいが行き中と適当ではないだろうかという論文でございます。インドシアニングリーン蛍光血管造影は、有形 S 字結腸を用いた膣形成術を施行する際に、術中に血流の状態を確認する上で有用です。S 字結腸を使うその増殖術というのは、昔流柱法というのがありました。それは S 字結腸を切断しまして、そのまま下方を膣入口部に縫合するという方法です。それでところがですね、S 字結腸の血管っていうのは、スグモイデア今っていう、アルテリアスグモイデア今っていう血管は下の方についてるんですね。だから S 字結腸を下げてくると、その血管が邪魔で下がってこれない。それで、その血管を下にして上の方を切って、それを逆転すると十分の長さの、子宮膣が得られるということなんですね。で今回その時にですね、これは逆転させたかどうかはちょっとこのビデオからは分かりません。この論文にはビデオをついてるんですが分かりませんでしたが、その S 字結腸を切断して縫合した後に血流が維持されているかどうかって調べるために、このインドシアニングリーンを投与します。そうすると血流が、部屋を暗くすると血流の状態が分かったというんですね。それで、あ、この組織は生きてられるということを予想することができるという非常にいい方法だということを紹介した論文でございます。今日はファーティリティ&ステリリティの11月号の論文をご紹介させていただきました。何か先生方でご質問や何か資料が欲しいという場合、どうぞ国際医療技術研究所にアクセスしてください。何かお役に立っている、資料を提供できるのではないかと思います。今日はこれで終わります。また来週お目にかかります。今日はどうもありがとうございました。